まずはホークスの先発今中マウンド。ホークスの攻撃、バッターは茂木。初球は何で来るか。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。いいところへ決まります。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている菊池。今中まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上今中、そしてキャッチャーは戸柱。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスは3番丸。ツーアウトランナーありません。引っ張った、ファウルになります。いいボールですね。ノーボールツーストライク。引っ張った、ファーストが取る。一塁アウト、スリーアウトです。ホークスマウンドに上がるのは先発の西川が打席に入ります。いや、今のボール危なかったですよ。はい、そうですね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁。そして打席には稲葉が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。中へ決まって、これはストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。3球目は何で来るか。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、入りました。ホームイエー。バッターボックス山田。ホークス初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し、高めのボール打ちました。詰まりながらもセンターへ。バッターボックスは4番柳田。ワンアウトになっています。何を投げてくるか。打ちました、流しました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁となりました。打席には5番バッター鈴木。ホークスこの回先制となるツーランホームランが出ています。インサイド、レフトに上がった。ここはフライになっています。石川が掴んでツーアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは6番内川。ツーアウトになっています。ライト方向流します。一二塁間を破る。ホークスピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックス松田。ホークスこの回2点を失っています。さあ、先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。インサイド落ちました。スリーアウトチェンジ。ついに最終回を迎えました。追いかけるホークスの攻撃。バッターボックスには4番石井。ホークスビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。次が4球目。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。次が5球目。変化球空振り、ワンアウトです。打順は5番城島。今中まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。バッターは DH マレーロ。ツーアウトになっています。初球は何から入ってくるか。打った、ファーストが取る。
これで3アウト。相手ピッチャーの前に手も